DJ はケンケン MC モジャでお届けいたします。サブシティ東京の MC DJ コンビでお届けいたします。イエスファルコー、この 3x3 2020年東京オリンピック、もう皆さん期待が上がっているこの東京オリンピックの正式種目になっております。10分1本勝負で行われるこのハーフコートの3人制のバスケット、それが 3x3。 ホワイトユニフォームが YFGR ユナイテッド。オーライ、さあ先生はイエイズナンバーワン土江純平、そしてもうファイナルまで来られてる皆様ご存知だと思いますが、このハーフコートの 3x3 3人制のバスケット、得点の加算方法がですね少し違いますね。通常の5人制だとこの得点が2点になるんですけれども、 3x3 では1点になります。そして半円の外、スリーポイントと呼ばれるものが2点となります。試合展開は早いです。休むことなくゲームが進みます。グッシュ、決めたのはナンバー22北村ボキー。もう2年切ってますからね、東京オリンピックまで。この 3x3 さらに注目されていきます。ぜひ皆さんもさらなるチェックをお願いします。アウトバーン、ホワイトユニフォームがイアイズ GR ユナイテッド、イエローユニフォームがフェイトリーオットになります。イエス、アウトバーン。さあそしてイシューといいプレーが出たら皆さん大きな拍手くださいね。ジャパンツアーファイナル、皆さんと共に盛り上げていきたいと思います。プレーオン、ゴール下に12という数字がどんどん減っていってます。オフェンスは12秒以内にシュートを打たなければなりません。スリーポイントシュート、グッシュ決めたのはイアイズナンバー25、羽賀三四郎。どちらかのチームが21点いきますと、その時点で KO ゲームになります。10本1本勝負でありますが、21点 KO ゲームがあります。さあナンバーゼロがやり返してきたぞ。さあ渡に強制、イエローユニフォームがペイトリオット、そしてホワイトユニフォームがイアイズ GR ユナイテッド。 DJ ケンケン MC モジャでお届けします。 Day1、ナンバー4 P ペイトリオ、金子翼、ジェンボールスウェイション、残り時間10分のうち7分39秒まで行きました。さあ5対4、パワー、アウトバーン。さあサブスティーションナンバー7フェイトリオ、フェイトリオットナンバー7は名前は何て言うんでしょうか。背番号のナンバー7に当確する選手の名前がありません。後で誰か教えてください。フェイトリオットナンバー0が沢谷京介、ナンバー14金子翼、ナンバー32渡辺博之、そしてナンバー91
伊谷克則となっておりますが、ナンバーセブンはこの中の誰なんでしょうか。ナンバー32は合ってんのかな、渡辺裕之。ナンバーゼロ、バックのツーポイントシュー、イエー、グッシューナンバーゼロ、川谷京介。オッケー、イエーイ、GR ユナイテッド。ナンバー25、博士さん、シロウ。ナンバー32、ペイトリオット、渡辺博之。ボールはペイトリオットへ。ほら、いいですね、ナンバーゼロ。沢谷京介。沢谷、こちらもいいですね、剥がす3、4、ロー、ファール、ボール、シュートファールになります、ワンショット、打つのはイエローユニフォーム、ペイトリオット、ナンバーゼロ、沢谷、決めそうです。こっちは決めてきました。ナンバーゼロ、沢谷京介、長い距離が得意です。リバウンドは名前がわからないナンバーセブン。さあ14対8、点の入れ合いで早いゲーム展開。6点リードはホワイト、イエローユニフォームのベントリオットになります。残り時間まだまだあります。5分16秒。ただしどちらかのチームが21点いきますと、その時点で KO ゲイ。ヤイズのファールになります。これでヤイズはチームファールが4つ目。12秒ショットクロックバイオレーション、攻守交代になります。12秒後でした。沢谷のシュート、リンクにも当たりませんでしたので、12秒ショットクロックが発動です。これもシュートファールになります。残り時間4分37秒、6点リードのイエローユニフォームペイトリオット、川谷のワンショットになります。1本、先ほど余計なことを言ったので言うのはやめときましょう。オーライ。さあこれで15対8、リバウンドは名前がわからない7番、オーライ。これでヤイズチームファールは6つ目、シュートファールになります。ワンショー、いい加減あのナンバーセブンの名前を教えてください。91だ、オッケー。91番、伊谷、オッケー。ナンバーセブンは伊谷です。ワンショー、あと1、
しばしお待ちを。
いいよいいよ、大丈夫大丈夫。さあテクニカルチャンスです。そしてボールは1点目、1点目、とりあえず GR ユナイテッドへ。これで20対16、まずはここ決めたいところ。羽賀、ノー、さあまずいぞ、 KO になるか。ウディファイルゴーナンバーズ、いや、キャプテンファイルゴー1点目以下になります。ファイルになります。これでペイトリオットチームワールは3つ目、粘れるか。ワイルド日本アウトバーン、うちらうちらうちら、しょうがない、ジャッジ1点でいいよ。ワールボール、しかもチームファール8つ目累積しております。1本決めればいいよ、1本、1本決めればいい。インタニー、ザツノリ、2本です。1本でも決めればそこで KO ゲイ。さあ面白くしてくれます。決められるんでしょうか。次みんなが見てるぞ、イタニワンショープレッシャーに負けました。さあ、首の皮1枚つながったのは焼津 GR ユナイテッド、ただ4点差、粘ります。しかし時間がなくなってきたぞ、残り45秒、決まらない、アウトバーン。いいよ、40秒いいんだ、40秒だから10秒あるかなと思ってましたが、決まらずかこのレイ、どうせどうせ。決まらない、シュートが決まりません。残り25秒、ここでキウイ、ギリギリですね。